はい、どうも、トワイスです。今回もバイオハザード4やっていきたいと思います。前回と2話、あと袋叩きと嫌いなところラッシュでかなり辛いところになっているんですけれども、ではこの先進んでいきたいと思います。なんかもう嫌な音しますね。ここはどうなるんだったかな。とりあえず下に誰かがいるということだけは覚えてるんだけど、あとなんか後ろからも来るんだったかな、これ。だとしたらだ、まず見えるやつから倒していこうという寸法だよ。まだ大丈夫。あ、くそ。さあどうしよう。マシンピストルかな。確かこれ後ろからも来たんですよね、このステージ。いや、いらっしゃい。登ってこれるんだっけ。確かこっちが開かなかったはずなんで、ここで迎え撃ちましょう。よし、まだ来てない。よし、まだ来てない。よーし、一人。調子乗ってはしごから下を見下ろす形でやってると、確かこっち側から来て挟まれたはずなんで、とりあえずはここで迎撃しよう。おっと、また登ってくるか。フレイル落としたね。よし、とりあえずは来ないかな。来ないんだったらありがたいんだけど。じゃあ降りていきましょうか。走ってくんなや。赤いくせに弱いなお前。さあ次だ。これを操作する前にとりあえずこいつを倒しておきたいな。まず見える敵は全部倒しておかないと不安ですね。さあ頭どの辺にあるかな。この辺、大当たり。まだ後ろからは来ない。なんかあそこにフレイルが見える気がする。まあいいや、とりあえず操作しましょう。そうするとここに足場ができると。なのでこっからとりあえず狙撃していきたいと思うんだが、どうだろう。まだ来ないか。まだ来ないのはすごくありがたいんだけどな。そっか、ここを渡ってる途中で確かそうだよね。ほらよー、怖いよー。確か来るんだよなって思ったんだよ。ほら、ちょっと走ってこないでくれ。ああもう、ほら、しかもあいつ分離するタイプやないかい。うわー、お前もか。お前も分離するタイプか。はい、やばい。おお、よし、オッケー。そう、こいつ倒すと分離してくるんですよね。よいしょ。はい、オッケー。次、盾構えてるやつは降りてこないのか。じゃあ、ライフルの弾がもうないな。ショットガンもちょっと心配だけど、とりあえずリロードしておきましょう、いざという時のために。で、まあ、せっかくストック買ったんだ、ハンドガンでなんとかするさ。あと、お前上にいるだけなのかな、それとも上から降ってきたりする。この辺にいればわかるかな。反対側から降ってきたりされるとちょっと厄介なんだけど。あ、とりあえず来ないみたいですね。じゃあ、盾か。盾は面倒だな。やっぱり素直にライフル使いますか。
ああ、いや。マグナムでいいかな。マグナムも確か2、3枚抜きできたはずなんで、この辺、ダメか。はい、一体。どうしようかな。とりあえずこのはしご口まで釣りたい。登って降りるとか、どう？ほら。いやー怖いね。定位置に戻るのね。わかったよ。もうライフル使うよ。わかったよ。じゃあ行きましょう。この辺かな。はい、一発。次。この辺。はい、オッケー。これであとはこの開かない扉向こうのやつだけになったはずなので、進んでいきましょうか。マシンピストルでいいかな、とりあえずは。さあ、もう誰も食えるなよ。ふん。うわ、マジで。あんなところから撃ってきやがんのか。それは面倒だ。さあ、これでラストライフルにさせてくれ。ライフルの弾を蹴散りたいからな。お前、まさかの仮面付きか。面倒だな。さあ、あと1体か。この辺になんかいいのが置いてあったような。おわ、ロケラン取れる。ちょっと荷物の空きがないような気がするんですが、まあいいか。ちょっとロケランは残しておいての。この先にそういるよね。そういたと思ったのよ。いらっしゃい。外した。ハンドガンの連射に定評のある私です。自分で定評があるっていうのもおかしいですけどね。ベルベットブルー。これロケラン入らないね、多分ね。ちょっと詰めようか。こうでしょ。で、ライフルの弾がこうでしょ。こうでしょ。というかロケラン縦に入らないでしょ。縦に入らないとなると、こうでしょ。こうでしょ。ハーブを合成するほかない気がする。そんな気がする。うん、なんかそんな気がする。これマグナム縦に入った入ったか。ハーブを合成しないと入らないな、これは。ロケラン拾えないのはちょっと痛いですね。かといってマグナムとか捨てたくないしな。マシンピストルを売るのも一つ手ではあると思うんですけど。とりあえずロケランは保留にしておくか。また何か荷物欄が開いたら取ってくるとか、そういう方法でいきましょう。でだ。じゃあこの先に進むわけですが、お、武器商人だ。ありがたいですね。じゃあちょっと一旦セーブさせていただいて。はい、なんか売ってるかな。おっと、なんだ。アタッシュケース LL。 へえ、それはありがたい。 What are you selling? それがあれば多分できるぞ。じゃあ宝飾のある砂時計、ベルベットブルー、スピネル。足りない。足りない、まさかの。そうか、足りないか。困りましたね。 What are you buying? ちなみに改造はできるけど、アタッシュケース LL 欲しいな。なんか他にお金になるようなものはなかったか。仮面ぐらい。マグナムの弾は売りたくないですしね。
困った。まあいいか。とりあえずこれ保留にしておいて、進むか。進みますか。Leon, I got it. Louis! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Saddler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Saddler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Saddler took it. You have to get it back. Louis! Louis! はい、ルイスがね、サンプルを奪われた上に殺されてしまいました。で、アシュリーとレオンの体の中にも寄生虫がいるので、まあその成長を抑えるための薬をルイスは託してくれたというわけですね。どうしようかな。ちょっと次回から、操作がレオンではなくなりますので、まあちょっと今ゲーム画面の右上の方の絵にも出てますけど、なので、今回はここまでとさせていただきます。では次回からね、アシュリー編やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。